皆さんこんにちは妙隆寺住職の水野ですご縁に感謝いたしますこの動画を見ていただきましてありがとうございます本日は動物霊のことについてお話しさせていただきたいと思います登山にご相談に来られる方の中にですね、まあ、時折こう動物の霊に疲れている方がいらっしゃいます えー、まあ多いのがですね、うん、犬ワンちゃんですねとかあ猫これに疲れてる方があたまにいらっしゃいます。でどういった方がね疲れてるケースが多いかっていうとやはり長年ねこうペットとして飼っててですねかわいがってて家族同然のようにねこうまあ一緒に暮らしててですねまあ ワンちゃんでも猫ちゃんでもこう亡くなってしまったと言、うん、ってこう庭に埋めましたとかね、うん、何の供養もしないで、うん、そういったようにされてね、えー、いる方がいらっしゃるケースが多いですで、えー、結局ワンちゃんにしても猫ちゃんにしても、えー、やっぱりきちんとした供養をしてもらってないから。うん その飼ってた人にね、えーまあ、悪い意味ではないんですけどもつくといいうケースが、えー、多いですねだからやっぱりね人間の勝手なもんでいい時はこう自分を楽しませてくれたり癒してくれたりするペットとして飼っておきながらねいざなくなってしまったらこう物のようにね扱ってしまうっていうこの人間の勝手な部分がね そういいったこととを生み出すすんだと思いますやはり、えー、ワンちゃんにしても猫ちゃんにしてもね、えー、一緒に暮らしてるってことは愛着が湧きます向こうも同じなんですよねだからきちっとした、えー、供養をさせてもらわないといけないと私は思いますまたねこう、うん、同じワンちゃんやね、えー、犬がつく に取り何か,、まあ、かのことがあって殺してしまったりとかね、えー、した場合はこれは相手はにしたら殺されたという思いを持って取りついてますからこのケースはー供養をしてもダメなんですねこのケースはー条例といっ,、えー、ったことをしないといけませんですから 同じワンちゃんや猫ちゃんがついててもどういった意味で、えー、何が言いたいかっていうことをきちんと調べてからでないと、えー、こちらがどういうふうにさしてもらったらいいかということは分かりません。ですからねまあこの動画を見ていただいている方の中にですね、まあ、たくさんワンちゃん飼ってて、えー、亡くなったけど何もしてないとかね、うん、たくさん今までね、えー、猫ちゃん飼ってて。えー 亡くなったけども何もしてないっていうことでなんかちょっと気にかかるところがある方はですね、えー、お気軽に当人にご相談してくださいきっとお力になります